もう終わりかい？分かった。お前には細かい攻撃をちまちま当てても意味がねえ。それで一撃だ。一撃で消し飛ぶようなでけえのは一発ぶちかます。てめえはかねえ。それは何のまねだい？どうした冬美、ドリンク飲むか？いや違うんです、ちょっとスタズさんの技にびっくりしただけで。君を見てるとイライラするよ。せっかくいいパーツで構成されているのにそれを全く活かせてない。どの技も大味で隙だらけ、美しくない。特に今のはひどかった。あんな技を意気揚々と繰り出そうとするなんて三流のすることだろう。てめえ今なんつった？今の技は俺の尊敬する宇宙一のヒーローの技だ。もし今の技を本物が出していたら間違いなく 100% てめえは一瞬で塵になってだ。そんくらいすげえ技だ。てめえが無事だったのは俺が偽物だったからだ。偽物の俺が憧れのあまり軽はずみにしたポーズだったからだ。そりゃ三流で当然さ、当然俺が出せる技じゃなかった。だから俺は俺の技で勝負しないとな。そうだね、君は君で。うせ黙ってろ。今決めたとこだ。必ず殺す。必殺だ、わかるか？それも超必殺だ、オリジナルの。てめえはてめえがバカにした三流の俺が生み出した超必殺技で必ず殺す。なるほど、ようやく本気でやる気になったようだね。それでこそこっちも本気で食べがいがあるってもんだ。お互い全力でやろうじゃないか。美しい。今僕はやっと本来あるべき姿の君と出会えた気がするよ。一瞬出会い、そして別れた。その結果がこの有様だ。美しい。立て。あいにく今ので残りの魔力を出し切ってしまった。もう僕は戦う気は。甘えんな。何勝手に一人で気持ちよく終わろうとしてんだ。俺たちの戦いはこれからだろ。一ついいかい、僕にとって力とは美そのものだが、君にとっては重荷だ。そうか。てめえをどんな技で倒そうかいろいろ考えたが、めんどくせえから俺の一番気に入ってる必殺技で楽にしてやるよ。あばよ変態継ぎはぎ野郎。なかなかラストには悪くない技だね。俺もそう思う。